に追っかけられます。右また来た、そのまま沈む、これは止めた、レフリー。いやー、やはり強かった小内でした、決めたのは。前回の、タイトルマッチから、4年かかってここにたどり着きました、その間に所属も変わって、階級も変更しました。これはね、ベルト、シュートのベルトを、取るためです。澤田選手いい選手ですけど、全局面で圧倒してこのシュートストローク級で一番強いチャンピオンになりたいと思います。よろしくお願いします。